大学生時代ですよね。私はあの機動警察パトレーバーという作品がね、雪正美先生の作品が大好きで、でこいつは別に興味なかったんですよ。でもなんか貸してくれって言うんですよ。興味ないの分かってるけど、こっちも面白いからね、面白さを一人でも多くの人に分かってほしいと思うじゃないですか。ファンだから、うわーいやぜひ読んでくれ。じゃあ全部貸そうかって、いや全部は重いわ。じゃあまあまあ 5巻ずつぐらいであれしようかって言って、1巻から5巻まで貸して、それがね戻ってきたんだ。あ読んだわって、どうだったわ、あ面白かった、じゃあじゃあじゃあ次って言って、もうこっちは率先して6巻から 10巻を貸すじゃないですか。待てど暮らせど書いてもらう。あれ6巻から10巻、あれ読んだ、いやごめんまだ読んでねえんだ、ごめんごめんまだ読んでねえんだよ、ああじゃあいいわ、そんな時間の時読んで、何年もその状態で、でいよいよ大学卒業してからかな、いやそろそろ返してくんないって。あの当時ねラジオやってたんですよ、北海道でナックスのねラジオ、ナックスのラジオやってて一緒にやってて、で俺はもうここまで年数が経ってるから、もう6巻から10巻もうないんだろうと、まあ、片付けるの下手ですから、もうどこに行ったか分かんないんだろうって、いやいや違う違う違う、なくしたんだって、いや違う違うちゃんとあるよ、証拠をちゃんと見せろって言ったんですよ。でそれでラジオで証拠写真を、これから借りてる6巻から10巻はちゃんとあるという証拠写真を撮ってきたんですよ。でその写真に写ってたのは、まず6巻から7巻2冊分をあの鍋の釜式にしてるんですよ。インスタントラーメンを作った鍋の下に俺の6巻から10巻かな、感想はちょっといくら的に思ってないけど、時間に置くとね、ちょっとテーブルが熱くなっちゃう。鍋式にして、で、そのラーメンをサングラスかけたこいつの当時生きてたじいちゃんが食ってんの。で、次の写真はなんか8巻ぐらいをそのじいちゃんがハッて笑って読んでる。いやいやいや、お前に貸してんだし、そもそも用と違うし。で帰ってこないっていうのが、まあそのパトレバ事件で、私こういう性格だから、本棚ちゃんときっちりね、1巻からなんか、まあ多くの人はそうですよ、そこにねぽっかりと6巻から10巻が空いてるのも気持ち悪いじゃないですか。で5巻からいきなり11巻になってるのも気持ち悪いじゃないですか。買いましたよ6巻から10巻。僕はねそこを怒ってうるさいわ。僕はね返さないって言ってないんですよ。返すって言ってるのになんで買ったんですかって。僕と戸次さんをね繋いでるのってパトレイバーなんですよ。あれを返しちゃったらなんかどっかもう彼と会えないんじゃないかみたいな思いがあってね。で僕は2人の絆だと思ってるんですよパトレイバー。だから僕は返したくないの持ってるわけ。僕はいやでも月一で会うの、それを俺たちは買っちゃったって。それじゃあなんかまるで僕が悪者みたいじゃないですか。悪者だ、悪者なんだ、悪の意識がない悪なんですよ。最悪なんですよ。でこいつはね余談ですけどね、弟タクマってうちのメンバーからナウシカ1巻から7巻まで全部ですから全巻こいつ借りパクしてるんですよ。弟も言ってました、もう俺は諦めた。借りパクと失礼、聞こえ方が悪い。弟くんのは私が保管してるんですよ。何買ったら言ってねって、すぐ貸してあげる場所もないだろうし、私が保管してるんですよ。今どこにあるんですかそのパトレイバー。なんでそんなことあなたに教えない。盗みに来るつもりでしょ私の大事なパトレイバー。